はい、皆さんこんにちは、川野和道です。いつもお世話になってます。本日の動画はですね、私の恥を晒すようなことになってしまうわけなんですが、5、6年以上前かな、実は私は熱中症になりまして、でまあ今残暑が厳しくて暑い日が続いている中で、部活動とか、まあ、体育の授業とか、まあそうじゃなくても普段の生活の中で、まあ、非常にその熱中症っていうのは怖いわけなんですよ。ところがまあ一生懸命頑張ってるアスリートの方とかっていうのは常にそういうものと隣り合わせでまあやっていく。もちろんそのちゃんと水分補給をしたりとか休養を取ったりっていうことはもうこれ大前提大事なんですけども、自分が実際なってみるとですね、だいぶとやばいなっていうのをその時に感じまして、気をつけてねっていう自分が熱中症になった時のまあエピソードをですねお話しさせていただきたいなと思います。今はこの間の動画でも撮りましたように、私もほぼ毎日トレーニングしてガンガン体鍛えてるんですけども、10年ぐらい前とか運動をやったりやらなかったりっていうことをしてたんですね。夏が近づいてくるとウエイトトレーニング頑張ったりとか、冬はまあほとんどやってないみたいな、まあラントレとか全くやってませんでしたので、であれはですね真夏の出来事だったんですが、午前中の練習を見てですね、生徒たちがお昼ご飯を食べてる間にトレーニングやろうと思って、作業高校のまあウエイト場っていうのがちょっとその校舎から離れた一挙みたいなのを渡ったところにあるんですね、ウエイト場が。で一人でその気合い入れてまあ行ったわけなんですけども、なんかその日気合が入らなかったんですよ自分で。で僕は結構現役時代から体力的とか技術的には全然ダメだったんだけど、メンタルは結構強い方で、なんかあると怪我とかしたりしてもメンタルで乗り切るみたいな、今だったらもう絶対そういう考え方ダメなんですけど、その当時は気合だ気合だの世界だったんですよ自分自身が。その時もなんか今日ダリーな気持ちのねえな、俺も甘くなったな、俺もうダメだな、本当俺っていう人間はなんて思いながら、こんなもん自分の心の問題だとかって言いながら顔洗って気合入れてそのウエット場に行って、まあ、やり始めたんですが、いつも上がってる重さがなかなか上がんなかったりとか、回数がいつもよりも非常にきつくて、気合が入ってない、もうダメなやつだな俺はと思いながら、だからですね、俺も甘くなったなと、もう一回鍛え直さなきゃダメだな、俺はもうメンタルをなんて思いながら自分でもつってやってたんですよね。ところが、まあ、やっていく中でですね、だんだんとですね力が入らなくなっていってるんですよ。でさっきと同じように、俺の気合が足りないんだ、もうこんなことで疲れて妥協しちゃダメだって、絶対決めたことは最後までやるんだなんつってやってたんですけど、どうにもここにもなんか力がだんだん入らなくなってきて、もうダメだ今日はもうやめろっつって、もう一回自分で鍛え直さなきゃダメだ俺はつって、終わってそのウエイトの器具を片付けてる時にだんだんとですね、この視界が狭くなってきて、あれやばい暗くなってきたと思って、でなんか手足がしびれてきたんですね。で私いつも生徒にはやれ水分を取りなさいとか塩分を取りなさいってうるさく言ってるくせに、自分は朝飯も食ってないし水分補給とかも全然しないでやってたんですね。舐めてたんですね、これぐらいのトレーニングできるだろうと自分で今までのこう経験上ですね。で水分補給もしないでやってたら、だんだんそのまあ視界が狭くなってフラフラしてきて、なんか体がしびれて力が入らなくなって、これやばいなと思って、ちょっと早く帰ってちょっと水分補給しないと、これが俗に言う熱中症ってやつかなと思ったんですよその時。でその時はまだ自分の中に余力があって、片付けて、まあ、ちょっとさっさと帰んねえとなって、でこの話生徒にしようと思って、熱中症気をつけろよなんて言わなきゃななんて思ってたんですよ。そしたらその帰りの立教のあたりで、ウエイト場から道場まではもうものの1、2分、2、3分ぐらいの距離なんですけど、途中の立教を渡ってる時に立てなくなってしまって、足に力が入らなくなって、まず何が起きたかというと吐き気、すごい嘔吐感っていうか、まあ実際には吐かなかったんですけど、胃がムカムカして、もうその力が入らない、立教危ないので僕はもうしゃがみ込んで四つん這いで這いつくばった状態でその立教を渡って階段をちょっと上がるんですね。でからこの四つん這いで階段を上がって校舎のある場所まで行ったんだけど、そこで力尽きてしまって、でも誰も周りにいないし、ふと見るとそこに水道があったんですね。だからその水道までこの気持ちこう手でこう上がってって蛇口をひねって水をこう顔に浴びてこうしたんだけども、なかなかこう入ってこない。まあ道場まで歩いてちょっとなかなか行けなかったので、とりあえずここでこの水を浴びて自分の体力を回復させるんだと思ってた時に、別の部活動の子がねたまたま通りかかってくれたんですよ。そして僕はちょっと申し訳ないんだけども、誰か柔道部員を一人呼んできてもらって、できればその水分をアクエリアスなどをちょっと持ってきてもらうように頼んでもらえるかなっていうことを言ってですね、柔道部員がですね OS1 っていうのありますよね。僕は今までその OS1 とか生徒によく飲ましてたんだけど、自分では飲んだんだけど大してうまくもねえし、これがそんなに効かねえだろうと思ってたんですよ自分の中で。でもまあエリアスとかポカリとかよりまあちょっと高級だから、なんかあった時のためには取っといたんですよね。でその OS1 を持ってきてくれて、これね視聴者の皆さんね、 OS1 はめちゃくちゃ効きます。僕はその OS1 をその胃がムカムカしてるんでガバガバ飲めなかったんですけど、口にちょっとこう含むようにしてこう飲んだんですよ。そしたら OS1 が体に入ってきた瞬間に
見る見る、まさにこの見る見るっていう言葉がもうぴったりなんですけど、体にその OS-1 がこう染み渡っていく感じが分かるんですね、自分の中で。ああ蘇っていってる、栄養が体にみなぎっていってるっていうのがなんかすごく分かって、 OS-1 をゆっくりゆっくり飲んで、もう500飲んだ時にはもう全然体元気になっちゃってて、そのまま立ってですね、まあちょっと頭痛とかしてたんですけど、柔道場まで帰って、まあ生徒にお前ら本当に気をつけろよと、まあ、いう話をして、まあ、しっかりその後僕はあの午後の練習もちゃんと見たんですけども、 OS-1 は本当に効きますね。で私のまあ恥をさらしながら、まあ、何を言うかというと、もちろんメンタル的な要素っていうのはいいらしいんですね。やっぱ気持ちが乗ってなかったりとか気持ちが入ってない時にそうなるんだけども、僕はその時少なくともやる気全開だったんで、やっぱりその食事をあんまり取ってなかったりとか、まあ、その時ちょうど僕はダイエットもしてたので、こういうことがいろいろ重なったりして、まあ、年齢的なものもあったんだと思うんですね。まあ、そのもちろん気温もめちゃくちゃ暑かったので、だけどやっぱり自分が今までやってきた経験の中で過信してた、俺はもう体力的にもこれぐらいはこなせるし、なんだったらそんなもん気合で吹き飛ばせるぐらいの甘い考えを持ってたんですけども、気合だけでダメだということはまあその時気づきまして、でまあそれまでも部員にはですね水分補給とかっていうのはうるさく言ってたので、さらにそれに輪をかけてでですね、最近その作業高校この数年間熱中症で倒れる子が一人もいないんですよ。もうかなり長い、もう5年以上、もちろん倒れないように水分補給とかさせてるんだけど、それでも具合が悪い子が出てしまう、他の部とか他の学校を見てるとそういうことがあるんですけどね、作業出ないんですよ。でここで熱中症予防のスーパーフードをですね一つ紹介したいと思います。もちろん OS-1 であったり水分補給であったり塩分であったりとかって飴であったりとかっていろいろあると思うんですけどね、これね皆さんの身近にあるものです。これねぜひ試してください。それはお味噌汁です。お味噌汁をねあんまり今の子ってね飲まないんですよね。ところが、まあ、食堂のおばちゃんとかと話をして、お味噌汁先生いいから飲ませてって言われて、お味噌汁をね必ずね、特に夏場は飲みたくないかもしれないけども、あの栄養だと思ってね2杯飲みなさいと、おかわりしなさいとお味噌汁をと言ってね、お味噌汁をね2杯飲ませるようにしたんですよ。残させないようにしたんですよ、お味噌汁。そしたら熱中症なくなったんですよ。まあその栄養学的にもちろんいいものが入ってんだと思うんですよね。真夏で冷たいものを飲んでる中であったかいものを飲むっていうのも大事なんでしょうし、お味噌もあるし、それから塩分ももちろん取れるし、中にたくさん具材も入ってますしね。真夏の暑い時なんか、まあ固形物なかなか食べるのきつい時もお味噌汁だったらまあ飲みやすいですし、っていうことでね、お味噌汁はね絶対飲ませてください。飲んだ方がいいです、アスリートの方。それからこれはですね、私自身がその倒れた時もね、あの体を復活させるために食べたものがおむすび、塩むすびです。まあ、あの梅干しなんか入れたらもっといいのかもしれませんけどね。おにぎりはいいですね。やっぱりまあ炭水化物、お塩を混ぜることによってまあ塩分も取れますし、何よりねこれ私の持論なんですけど、物を噛むっていうのがねすごく僕大事だと思うんですよね。噛んで飲み込むっていうのは自分がその生命体として生きようとしている一つの現れじゃないかなと私自身思ってて、僕もその時は少し元気になった時におにぎりを食べたんですけど、噛んで飲み込むっていう行為が自分にパワーをこう与えてくれる、生きようとする力って言いますかね。まあ、おむすび理論は確たるエビデンスがあるわけじゃないんですが、指導の中でまあくたびれた生徒とかにおむすびを食べると復活するのが早かったりっていうのも実際にありますので、こちらもおすすめです。ということでですね、まあ、本日の動画は私川野和道の恥をさらしながら、熱中症にはくれぐれもお気をつけくださいということで、動画を撮らせていただきました。もし本日の動画がですねどこかのシーンでお役に立てば参考にしていただければと思います。そしてまた、本日の動画高評価ボタンを押していただきまして、チャンネル登録コメントの方をお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。本日の動画は以上でした。ありがとうございました。